はい、恋し TV シーズン2ということでですね、前回同様ここ数ヶ月の動画をこうギュッと一本にねまとめた動画となっております。動画単体として成立しているものとかはね省いているんですけどもね、特にね追加要素とか全くないんでね、暇な方は見てください。どうぞ。次はここ行くか。もしもし、おばあちゃん。こちら、とめこお電話サービスです。はあ、家族の場合は1を、セールスの場合は2を、それ以外の方は3を押してください。そりゃ1だろ。重信の場合は1を、ひろこの場合は2を、よしあきの場合は3を押してください。3のよしあき。もしもし、よしあきだけど。よしあき確認サービスです。よしあきの確認もあるの？よしあきの好きな食べ物を教えてください。お寿司の場合は1を、ラーメンの場合は2を、かまぼこの場合は3を押してください。いや、これは寿司でしょ。マグロの場合は1を、まだあるの？サーモンの場合は2を、ローストビーフの場合は3を押してください。まあ普通に言ったらマグロだけど、いや俺はローストビーフが好き。やっと来た。もしもし、おばあちゃん。ローストビーフ大好き、よしあきだけど。一甲子警察署です。お前を逮捕する。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。なんと今回、番組の力でお父様を発見することに成功しました。本当ですか？こちら、VTR を用意したので、ご確認ください。ヘチヘチ、ヘチヘチ。ヘチヘチ。わあ、今日もいい天気だなあ。あ、ゆうこちゃん。ゆうこちゃんおはよう。おはよう。ゆうこちゃんおはよう。ゆうこちゃん。死んでる。すいません、失礼しました。何ですかこれ。こちら私が趣味で作ってるビデオでございます。どうでした？いや、知りませんよ。早く父の映像見せてくださいよ。大変失礼いたしました。こちらですね。ヘチヘチ、ヘチヘチ、ヘチヘチ。ああ、執行猶予ついてよかった。あ、ガスマスクドラゴン。おはよう。おはよう。あれ？すいません。また間違えました。もう何ですかこれ、気持ち悪い。どうでした？どうでしたじゃないですよ。失礼いたしました。お父様の映像はこちらですね。久しぶり。元気にしてたか？長い間、何もしてやれなくてごめんな。今からそっち行くからな。いや、この人誰ですか？私です。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。こちらお会計529円になります。 ID で AD で ID で AD ですね。AD ですね。はい、タッチお願いします。ちょっと違いますね。AD じゃなくて ID で。AD じゃなくて AD？ AD じゃなくて ID で。ID じゃなくて ID？ 現金で。ID で。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。さあ。ここからはかなり難しい問題となっております。果たしてクイズ王は答えることができるのでしょうか。それでは次の問題いきましょう。問題、映画「ナポレオンランナー」の1時間25分42秒で主人公の後ろを通りかかった自転車の種類は何。ヘブンズ・ドアー2001矢沢スタンダードモデル。正解。いやー、さすがクイズ王ですね。では次の問題いきましょう。問題、映画「ナポレオンランナー」の2時間28分53秒に出てくるエキストラが乗っていた車の車種を答えよう。五十嵐エクストリームアルファ 21K49.1 マスダオリジナルエンジン矢沢スタンダードモデル。正解。いやー、まさかここまで当てるとは。では次の問題です。問題、映画「ナポレオンランナー」の4時間29分42秒に映るエキストラが持っている端末を全て答えよう。キャズンワイヤレスヘッドホン H202 ピーチ、スマートウォッチ NW409B、アップル iPhone11 128GB ブラック東京丸の内矢沢スタンダードモデル。正解。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。あれ、スプーン忘れてる。ぬるい。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。おお、家の外に誰かがいます。え？ 10 分ほど前から家の周囲をうろついています。え？誰が？わかりません。カメラで見てよ。カメラはついていません。センサーが反応しているだけです。猫とかじゃなくて？犬や猫のサイズではありません。通報しますか？待って、まだ友達の可能性もあるから。いつものゆうすけさんでしょうか？ああ、ゆうすけがサプライズできてる可能性もあるしな。しかし誕生日は来月ですよ。そっか、確かに。ちょっと外のライトつけてみて。承知しました。ライトを点灯します。様子は？まだ近くにいます。誰だ？窓の方向に近づいています。気づかれない程度に覗いてみるのはどうでしょう。いや、やめておく。ゆうすけさんにメッセージを送ってみては？え、あー、でもこんな時間に送ってもし違ってたら悪いし。それもそうですね。不審者が移動しています。どっちの方？車の方向に向かっています。あ、ドライブレコーダー。ドライブレコーダーにアクセスして確認してみます。誰だったねえ、あなたは誰ですか？悲しみと全てを引きずり回しながら進む。おはようございます。お、高橋君、今からレジ？はい、そうです。お、じゃあこれかぶって。え、なんすかこれ。いやー、クリスマス近いからさ、これレジの人みんなにこれかぶってもらおうかなと思って。いやー、僕は大丈夫っす。いや、大丈夫とかじゃなくてさ、高橋もそれかぶってレジ売ってよ。ちょっときついっすよ。なに、サンタの言うこと聞けないの？いや、でもこれかぶるんすか？高橋君も嫌なの？嫌っていうか、いや、トナカイはちょっと。そんなにトナカイ嫌だったら別にサンタでもいいけど。似合ってんじゃん。これ今日だけっすよね。いや、クリスマス終わるまでだよ。マジっすか？いや、この店結構同級生とか来るんすよ。それがどうしたの？いや、写真とか撮られたら残るじゃないですか。サンタなんだから大丈夫だって。いや、どういうことっすか？もう嫌ですよこれ。なんでみんなして嫌がんの？そりゃ嫌がりますよ。せっかくみんな喜ぶと思って自腹で買ったのに。これ店長自腹っすか？そりゃそうだよ。もっと盛り上がると思ってたんだけどな。もういいよ、普通にレジやって。うん。いや、かぶりますよ。いや、いいよ。いや、もったいないじゃないですか。まあ、じゃあよろしく。今日だけっすよ。うん。いらっしゃいませ。お、あ、高橋くん。何それ、トナカイ似合ってるよ。悪くねえな。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。まさかお前が裏切るとはな、ボルドー提督。何か話したらどうだ？軍曹、あなたは少し勘違いをしている。どういうことだ？私はこの前の議会の時、新型コックピットには不備があると言ったはずだ。不備だと？通常サスペンションに使われる真空管の基準値は50万ケルビンだ。しかし私が計測した時はたったの10万ケルビンしかなかった。それが今回のカールとの暗殺に何の関係がある？まだわからないというのか。10万ケルビンという数値はグルド人が開発するグランドサーキュレーターと同じ数値だ。というと？つまり我々は本来受け取るはずであったマテリアルサーキュレーターとは違うものを入手していたということだ。なんだと？何かしらにしてやられたということか。そういうことだ。では本来受け取るはずであったマテリアルサーキュレーターはどこへ行った？聞いて驚くな。現在真空管はモキュモキュシュガーチョコレートにある。モキュモキュシュガーチョコレート、あのプリンキャラメル共和国の。そうだ、プリンキャラメル共和国はもぐもぐホイップクリームとマシュマロフルーツサンドの同盟国だ。一度エクレアチョコレート共和国とハッピーラブラブコーポレーションを巡って冷戦状態にあったっきり何の音沙汰もなかったが、まさかこのタイミングで。チョコレートシュークリームペーストの信号をキャッチして、私だけにこの情報が伝わったというわけだ。これは絶対表沙汰にはできない。そうだ、だからカールトン隊員には一度消えてもらう必要があった。一度？軍曹、緊急事態です。なんだ、後にしてくれ。カールトン隊から信号が届きました。なんだと？ボルドー提督、まさか。そのまさかってやつですよ。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。おっせえなー。あ、もしもし。おっせえんだよお前、髪伸びんだろ。悪い、今ちょっとマジでヤバくて。は？なんか道路にドラゴンみたいなのいんの。何お前ゲームやってんの？いやちげえよ、ドラゴンいてマジで動けねえんだよ。お前ふざけてねえでさっさと来いよ。ふざけてねえよ、マジでドラゴンいっから。ちょカメラつけっから見てみ。は？ガチじゃんな、マジでこれやべえって。どうすんだよお前、早く警察呼べよ。いやとりあえず優也くんに連絡した。なんで優也くんなんだよ、優也くんでもきちいだろ。いや優也くんマジでめんどくせえけど喧嘩だけはマジで強えから。いや喧嘩とかのやつじゃねえだろこれ。あ、優也くんの原付きた。ういーす。あ、お疲れっす。どれ？あそこの赤いやつ。うわでっけえ。ちょっと閉めてくるわ。優也くんいた。せい。お、飛んでった。え、どういう状況？マジやべえ、優也くんワンパンでドラゴン閉めた。マジで？やっぱ優也くん強えわ。あ、ちょっと優也くんに変わんねえ。ういーす。あ、優也くんお疲れっす。お前飯食った？いや、まだですけど。今から毎日行っていい？いや、ちょっと今日きついっす。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。ご注文お決まりでしょうか？ミートソーススパゲッティが1つ。ミートソーススパゲッティがお1つ。え、同じなの？あ、2つで。ミートソーススパゲッティがお2つですね。はい。あとシーザーサラダの M が1つ。シーザーサラダの M がお1つ。あ、同じなの？あ、お前も食う？あ、すいません、サラダ4つで。シーザーサラダの M が4つ。え？あ、すいません、L が1つで M が3つで。シーザーサラダの M が1つと L が3つ。違います、M が3つで L が1つ。シーザーサラダの M が3つで L が1つですね。はい、そうですそうです。あとプリン大福食後に1つ。プリン大福が食後にお1つ。お前も食う？あ、お前も？あ、お前も？あ、すいません、プリン大福5つで。食後のプリン大福が5つで。あ、すいません、プリン大福4つは食前でお願いします。プリン大福の食前が3つで食後がお2つですね。いやいやいや、食前が4つで食後が1つで。食前4つ、食後が5つ。1つお1つ。はい。あとコーラ1つ。コーラがお2つ。ちょ、コーラ手あげて手あげて。あ、コーラ49個で520個。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。今日はどうされました？なんか昨日からちょっと体調が悪くて。ああ、それは風邪ですね。お帰りください。え、終わり？はい、終わりです。次の方。いやいやいや、いや、なんかもうちょっとなんかこう違う病気の可能性とかあるじゃないですか。いいえ、それは風邪です。お帰りください。いや、なんかいつもと違うくらいなんかしんどくて、普段病院来ないに来たんですけど。それは風邪です。お帰りください。いや、なんかせめてなんか薬とかそういうのないんですか？ありません。寝てください。いや、そりゃ寝ればなんとかなるかもしれないですけど、なんかもっとこうあるでしょう。ないです。寝てください。え、どうしたんですか？どうもしません。おやすみなさい。え、眠たいんですか？眠たくありません。おやすみなさい。いや、絶対眠たいから適当になってるだけでしょう。いや、起きてくださいよ。いいえ、それは風邪です。お帰りください。ちょっとフォークで刺しますね。え、いた。あれ、なった。あ、今日はどうされました？ちょっと風邪ひいてしまいまして。風邪ですね。寝てください。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。ねえ、ちょっと心理テストやろうよ。お、いいね。じゃあちょっと目つぶって。うん、じゃあいくよ。あなたは今暗闇で椅子に座っています。うん。後ろに誰かが立っています。ほう。振り返ってみてください。誰が立ってますか？え、わかんない。なんかガスマスクつけた人がいる。え？おい、Wi-Fi はどこだ？え？ Wi-Fi を出せ。 Wi-Fi？ そうだ、持ってるんだろう。Wi-Fi は飛んでますけど持ってるとかではないっすね。じゃあそのポケットに入ってるのは何だ？え？おにぎり？それだ、早くよこせ。え？どうぞ。久しぶりの Wi-Fi だ。え、それが Wi-Fi なんですか？そうだ。何に使うんですか？お前もそのうちわかるさ。友達は大事にしろよ。おい、もう後ろの人は何て言ってた？なんかおにぎりのことなんか Wi-Fi だとか言ってなんかどうのこうのって。おにぎり？え、結局それで何がわかんの？後ろにいた人はあなたの一番大事な人です。どういうこと？あ、え、なんで Wi-Fi が？なんかこれは Wi-Fi だって。あれ？悲しみと全てを引きずり回しながら進む。あ、もしもし。どうした？今日の夜空いてる？うん、空いてるよ。ちょっとみんなで飯行くんだけどさ。あ、いいね。誰いんの？ひろきとタッツンとジャック。あ、今日家に親来るんだったわ。え、ごめん、やっぱ行けないわ。じゃあ。うわ、絶対嫌いなやついいんじゃん。次行こう。もしもし。どうした？今日の夜みんなで飯行くんだけどさ、空いてる？いいね。誰いんの？ひろきと、タッツンと、ジャック。あー、今日仕事あったんだった。じゃあ。ジャックかな。久々にジャックも行くのにな。次行こう。もしもし。今日みんなで飯行くんだけど来れる？いけるいける。超暇してたとこ。誰いんの？ひろきと、タッツンと、ジャック。めちゃめちゃ嫌われてんじゃん。え、ジャックお前なんかした？いや、何もしてないってこともないでしょ。いや、俺じゃなくてお前が嫌われてんだよ、多分これ。みんななんかジャックの名前出したら切るもん。いやいや、一回あったじゃん、みんなと。その時絶対なんかしたでしょ。いやいや、何もしてなかったらこんな。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。ただいま。おい、今何時だと思ってる？うるせえよ。こんな時間まで何してたんだ？タピオカか？親父に関係ねえだろ。なんだその口の利き方は。タピオカか？俺が何時に帰ろうが親父には関係ねえだろって。どうせあれだろ、またバカな友達とタピオカしてたんだろ。バカって言うんじゃねえよ。おめえがバカだろ。なんだ人に向かってバカとは。またタピオカか。意味わかんねえよ。知ってんだぞ。今日お前の部屋去ったらたくさんタピオカが出てきたぞ。は？何人の部屋勝手に入ってんだよ。てかタピオカ出てきたってどういうことだよ。父さんは悲しい。お前だけはタピオカじゃないと思ってたのに。てかさ、親父絶対タピオカって何のことか分かってねえだろ。何言ってる。知ってるに決まってるだろ。じゃあタピオカが何か言ってみろよ。タピオカっていうのはな、東大草加のキャッサバから製造されたでんぷんのことだ。菓子の材料や料理のとろみ漬けのほか、つなぎとしても用いられているんだ。最近ではミルクティーやドリンクと一緒に入っていることが多いが、芋の一種でもあることから炭水化物でもあるので、実はああ見えて高カロリーなので注意が必要だ。へえ。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。お電話ありがとうございます。一度しか言わねえからよく聞け。マルゲリータサイズは M、 トッピングはコーンとサラミ、耳は中にソーセージが入ったやつ、ドリンクはコーラの M とスプライトの S、 スプライトの S は氷抜きだ。住所は北海道1甲子 1-2-3-4-5、 インターハウス406号室、玄関前のハローキーの置物が目印だ。40分以内に用意しろ。さあ、ゲームの始まりだ。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。ボス、今日一体何作るんですか？ボス。はい、ということで今回はケーキを作っていきたいと思います。材料はこんな感じです。はい、ではまずクリームの方から作っていきたいと思います。注ぎます。砂糖を大さじ2、ココアを大さじ2加えます。はい、ではこれを混ぜていきたいと思います。では谷君、混ぜてもらっていいですか？俺か？谷君にやってもらいたい。俺でいいのか？谷君しかいないんだ。本当に俺でいいのか？見てください。だいぶクリームが出来上がってきました。わあ、すごい。でしょ？わあ、すごい。タイ君クリーム好きでしょ？わあ、すごい。嫌いなんだ。わあ、すごい。でも結構ケーキとか食ってたよね。わあ、すごい。あ、割と我慢しながら食ってたんだ。わあ、すごい。あ、食えるものと食えないものある。わあ、すごい。じゃあ今度あそこ行こうよ。多分谷君でも行けるよ。わあ、すごい。レバニラ好きなんだ。切らないのも何個か残していたからね。パパン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 パンパ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 ンパパンパパン。ドンチク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 。起きて。ねえねえ、次どうするの？ねえ、次どうするの？ねえねえねえ。今回も二段重ねになっております。あ、ぴったし。あ、ごめん。ポン。ポン。おー、うまそう。びちょびちょしてるよ。そういうクリームね。うん。だって今日あったかいし。いいね。うまそう。きます。はい。毎回これやってないか。やってる。やってる。うまそう。綺麗だね。すごくうまそう。完成しました。では、谷君お願いします。はい。美味しい。うん、美味しい美味しい。美味しい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 。あれ？え、とにかくもしかしてさ、その下に来てるのってなんか透けて見えるけど。おー、気づいちゃった。え？見て見て。え、ガスマスク T シャツじゃん。そうそうそう。え、着てくれてるの？めっちゃこういう気づいてるさ。嬉しい。え、マジで？嬉しいな。え、もしかしてワタコもその下に？ん？え、着てる？もしかして。うん。何も着てない。え？お前それダメだろ。え？それルール違反だろ。誰か任してって。ちょ何いて悲しみと全てを引きずり回しながら進む。皆さんはじめまして。突然ですが、私山本浩一は YouTube を始めたいと思います。イエイ。はい、皆さん驚いたかと思うんですけども、最近結構いろんな芸能人の方々が YouTube に参入してきているということで、私、俳優山本浩一もね、新しいことにチャレンジしていこうかなということで、YouTube を始める次第になりました。普段は俳優として仕事をさせてもらってるんですけども、まあ有名な作品だと、北極熊 VS 巨大ウナギとか、北極熊 VS 巨大ウナギ2とか、あとはまだ情報解禁前なんですけども、北極熊 VS 巨大ウナギ3とかに出ていたりします。今後 YouTube ではテレビではできないようなことをやっていきたいなと思っていて、まあそうですね、炎上していることに物申してみたり、あとは電車にいるおかしな人を盗撮してみたり、あとは海外の危険地帯を取材したいなと思っています。で、今回はまだ最初なんで、軽めに、そうですね、ゲーム好きでも知られる僕僕のゲーム部屋を紹介したいなと思います。まずこちらゲーミング PC ですね。ここで寝転がって腹筋とかしながらね、ゲームしてます。次にこちらゲーミングマウスですね。ゲームをするために使っているのでゲーミングマウスです。で、こちらがゲーミングデスクで、こちらがゲーミングメガネ、そして下がゲーミングカーペットになってます。で、こちらがゲーミング冷蔵庫で、上がゲーミング電子レンジです。で、これがゲーミングエアコンで、こちらがゲーミング電気ケトル、カップラーメンにもグー。はい。基本的にゲームをするために存在しているものに頭にゲーミングでつけるようにしてるんですよ。それが普通ですよね。あそこにあるのをゲーミング掛け時計。あ、もうこんな時間。ゲーミングお母さんに電話しなきゃ。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。ということで今回は僕のルームツアーをしていきたいと思います。まずは自慢の洗面所から紹介していきたいなと思います。はい。中はね、こんな感じになっておりまして、洗濯機がね、おなじみの洗濯機がついておりまして、ここにね、洗面所なんかあります。ね。はい。で、この扉を開けると、洗面所につながっています。ね。こう、洗濯機もあって、こう鏡もついててね、すごい非常に便利です。で、こちらの扉を開けると洗面所につながっています。ね、こう鏡もねついてて洗濯機もあってね非常に便利です。ね、で、ここの扉を開けると洗面所につながっています。ね、こう洗濯機もねこうついてて、ね、鏡もあって非常に便利です。で。こちらのね扉を開けると洗面所につながっています。ね、洗濯機もあって鏡もあって非常に、便利です。でこちらの扉を開けると洗面所につながっています。洗濯機、鏡。でこちらを開けると洗面所につながっています。でこちらを開けると洗面所につながっています。でこちらを開けると洗面所になっています。こちらを開けるとよかった。まさかな、よかった。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。なんで秘書のお前がこんなところに。犯人は秘書。悲しみと全てを引きずり回しながら進む。雨音も呼ぶ声もこの耳には届きやしない。「ああしあった」